お元気ですか？谷村新司です。毎日少しずつ日差しが強くなり始めて、風の匂いも変わってきましたよね。そんな季節の移ろいを感じながら、今日も元気に散歩を楽しんでいる谷村です。さあ、今日も前向きに明るく元気に一緒にラジテレ始めて参りましょう。さて、今回のテーマは孤独を楽しむです。孤独を楽しむ、ここ大事ですね。はい、孤独っていう言葉、これにはどうしてもネガティブなイメージがつきまといますね。例えば欠点とか短所っていう言葉、マイナスの響きにみんな感じると思うんですよね。でも今僕はね、本当にそうなのかなと思うんですよ。欠点っていうのは、その人の一方的な見方で欠点に見える。なんだけど、よくよく考えてみると、その人の、それが長所だったりすることっていうのは、時の流れとともにこう感じていくことっていうのは、僕も結構あったんで。だから、気が短い人っていうのも、感情に素直な人、っていうふうにこう感じれるようになってくると、物の見方がどんどん変わってしまうんですよね。だから孤独っていうのをこう楽しむっていう、そんな方向性のお話を今日はしますね。例えば自分の感情に素直であるっていうことは、気が短いっていう人の代名詞になってますけども、長続きしないとも言えるんですよね。でもこれって考えようで、長続きしないっていうのは、新しいものへの好奇心が強い。こう言い換えると、一気になんかほら、ポジティブになってくる。だからその言葉が、持っている本質っていうか、これを僕らが表現するときはいつだってある一面だけを捉えているって言えるんじゃないかなと思うんです。そこで今日のテーマにある孤独、これを楽しむ。孤独っていうのはなんかこう、寂しさっていうのかな、潜んでいるような感じがするんですよね。一人になる恐怖感とか不安を感じてしまうのが、まあ正直なところ一般的な感覚かもわかりませんが、それをなくすためには孤独になれるっていうか、そんな習慣を身につけていくことっていうのが一番いいのかなと思ったりします。